はい、日帰りツーリングということで群馬県のですね高山村道の駅中山盆地というところですね、初めて来ましたけれども、正面の山、周りぐるっと景色がいいですね。で今なんかこうイベントというか、なんかいろいろこう催し物、キッチンカーとか来たりですねあってですね、ちょっとしたにぎわいというか、ありますね。で公園も子供たちが遊ぶには本当に、てか子供たちしかいないですけどね、遊ぶにはすごいいい場所だな、こんなに広いところなのかなって思いましたね。あるのは知っていたんですけれども、来たのは初めてでですね。で、あの食事ですとかするところもあって、あとお土産物、多分地元のものだと思いますけれども、果物、野菜ですとかねたくさんあって、で、あの購入しましたリンゴ、これだけ入って7個かな、 1,2,3,4,5,6,7,8 個入って500円、ものすごく安いので買ってしまいました。で他にもですね、白菜ですとかネギですとかね、なんか本当にスーパーで買うより全然安いので、今日バイクで来たことをすごい悔やみましたね。バイクでじゃなく車で来ていればもっといろいろたくさん買えたと思うんですけど、いやー、まあちょっと別にこの買い物をするために、来たわけじゃないんですけども、というのも本当に寒くて、暖かい格好ある程度はしてきたんですけれども、あまりにも寒くてですね、ちょっと気分が悪くなって、それでふと立ち寄ったところなんですけど、でそうですね、道の駅っていうんで、まあ、そんなに本当に国道、道からですねこの辺りをが見えたので、まあ、よくある道の駅の広さだなと思ったんですけど、よくよく見てみたらもっともっと奥に広い芝生のですね、広い敷地の道の駅があって、まあ、こんな広い道の駅っていうのも全国的にもどうなんですかね、珍しいとは思うんですけど、まあ、どんどんでも拡張されていってるんでしょうかね。里の輪とか正面にレストランでしょうかね、見えるんですけど、何の下調べもしてこなかったので、もう何が何やらって感じなんですけど、休むにはいいですね。もう1時間でも2時間くらいいても全然、楽しめるんじゃないかなと。で今ちょうど紅葉もうピークを少し過ぎたような感じはあるんですけどもね、でもまだまだ周りの山木々見ていると紅葉楽しめますのでね、まあ、今日は週末っていうことと、あとは天気もいいので、ツーリングされてる方もですね、多くて、まあ、私も今ここにバイクを止めて、これからまた少し車を走らせてですね、一日楽しんで無事に帰ろうかなというふうに思います。まあ、こんな感じで紅葉が今まあ見頃といえば見頃ですね。はい、ということで道の駅中山盆地からでした。以上。